数学なんと満点当たりました。おお、すごい。さあ、自信いかがですか？めっちゃある。じゃあ全員満点ですね。正解した自信があるんですよ。これはいい日本だ。これか迷ってるじゃん、坂本龍馬。骨神使おう。誰？ちょっとムカついちゃって。合ってますよね。でも今日は学力テスト。ガチなやつ。皆さん一応勝手に四国観光大使でね、勝手に四国の大使名乗ってますけども、ちゃんとみんな四国の知識があるのか、四国のことを愛しているのか、はい、この学力テストでちょっと抜き打ちで成績を出したいと思います。はい。これで成績が良ければ公認の四国観光大使になるね、ちょっと近道にもなるかもしれないですからね。じゃあ全員満点ですね。もちろんそのつもりで問題は作ってきてますけどもね、はい、とっと。ここでのビリが決まっちゃいますから、四国バカが。四国バカ、はい、絶対言えないけど、もう。なんか懐かしいこの感じ。前半余裕じゃんと思った。日本語難しい。はい、手を持ってください。手から離してください。髪から手を離してください。はい、はい、30分経ちました。はい、はい、ここから皆さんのテストを回収して採点するので、はい、お昼休憩済んでちょっと眠そうですけど、眠たい。ここからちょっと点数見て目覚めますからとんでもないことになってますよ。良すぎてね。はい、さあ、自信いかがですか皆さん。めっちゃある、めっちゃある。さっきご飯食べながら、はい、みんなでここ難しかったよねみたいな言い合ったら、はい、結構みんなバラバラだったですよ、難しかったところが。あらら。なので全員合わせたらめっちゃいい点数になってると思います。個人戦ですね。得意ジャンルを。これ数学なんと満点当たりました。おお、すごい。満点は福田さん、京都さん。おー、やった、すごい、やば、天才じゃん。ですが、これちょっとめくってもらいましょうか。これ1個目がまず谷口さんですね。で、次これ奥さんの投稿ですね。おー、じゃあ仲良しじゃん。仲良しじゃん。やっぱ一緒なんだな。これは問題よく飛ばしちゃった感じですか。いや、もうなんかどっちが何個かわかんないこの状況、合わせてみたいな。わかる。ちょっとムカついちゃってでも、おきちゃんは何も書いてないけど、私はまだこう書こうとしたこの時期が見えます。このわけわからないグラフでじゃあまず数学はね、数学は大丈夫、苦手なの。じゃあまあ理科見ていきましょうか。理科、理科はもう全員ひどかったです。次の文章が示すものの名前と絵を描きなさい。瀬戸内海に生息する生物で、2億年も前からその姿を変えることなく昔の形のまま生きている化石と言われる節足動物は、はい、谷口さんの答え。アシカガヨシミツ。もういないですよ、アシカガヨシミツ。文章の意味がわからない。アシカガヨシミツは2億年前からいないですから。あとこのイラストもちょっと猿みたいになってますし。面白い。なんか、え、これハッピーって書いてるんですか。なんか、まあアシカガは多分節足の祖父のアシカが多分来たんだと思うんですけど。あ、自己分析。次行きましょうか。これ難しかった。次の画像の名称を答えなさい。愛媛県出身の電子工学者、ノーベル物理学賞を受賞した方ですね。これ全員不正解でした。難しい、難しい。ただちょっとひどい人がね、何人もいましたよ。
はい、じゃあ谷口さん見ていきましょう。谷口さんの回答こちら。江頭さん。ちょっと似てるよね。確かにちょっとなんか似てるじゃないんですよ。正解を書く問題ですから。同じある。近い、一番近かったじゃないですか。ね、近い人には点数あげましょう。いや、近くないですよ。はい、これもっとひどいと思います。奥さん回答こちら。骨神ピカオ。誰誰。なんか名前って間違えたら失礼じゃないですか。はい、なんかもう、だったら実在しない人の名前を書こうと思って。これが一番失礼です。じゃあ次、英語見ていきましょう。英語か、日本人だからな。 It's the dawn of Japan, isn't it? これは、坂本龍馬さんの名言、日本の夜明けぜよ。そうなんだ。はい。じゃあこれ正解、坂口さんのやつ見てみましょう。こちら。これはいい日本だ、これか。どういうことですか。いや、迷ってるじゃん、坂本龍馬。坂本龍馬さん、こんなね、あの優柔不断じゃないです。次、単語ですね。これ、四角2の丸3、Lightly Roasted Bone。これは、軽く炙ったですから、カツオのたたきですね、正解は。これ、谷口さんの正解見ていきましょう。正解こちら。ラララライトボニーと。これ、藤崎マーケットさんになってるんです。いや、リズム感いいよ。ね、いいよね。ライトボニーと。あ、いいね。めっちゃ。かばい合わないでください。かばい合わないでください。これ、福田さんも間違ってます。福田さんの回答を見てみましょう。こちら。軽くローストしたボンナイト。ボンナイト。これはどんなことですか。なんか、凡人みたいな。ローストビーフ的なやつだと思ったんですけど、え、なんて読むんですか。ボニート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 。あれ、読めてます。ボニートはないです。はい、次、国語いきましょう。わー、国語。次の土佐弁を標準語にしてください。坂口さんの回答いきます。こちら。脳が悪い、アホ。じゃらまる、しんどい。喉の渇きを感じる状態、アババババ。深夜のテンション高い時の空間。好き。アババババ。アババババ。最後、社会です。はい、これ、社会、福田さん、満点です。まずこれとか、長州藩と薩摩藩の仲を取り持ち、明治維新のきっかけとなる大きな働きをした、これも大正解ですね。やったー、はい、これの同じ問題、榊さんの答えいきましょう。こちら。長州藩と薩摩藩が協力していたところ、坂本龍馬というかっけえ男が現れて、その2つの藩と坂本龍馬で明治維新を完成させた、そういう男。そういう男。昔の連れみたいな。2問目の四国の地図を書いてくださいという問題ですね。これ最後、ちょっとこれ本当に怖いことが起きちゃいました。これ奥さんの回答です。書いてないですよね。これちょっと右下見てください。よく右下見てください。え、これ怖い。何これ、何これ。合ってますよね。でも香川、愛媛、徳島、サンドイッチ、高知。え、これどれがどれですか。え、一番上が香川、その横が愛媛、そのちょっと下に徳島で、高知がいや。これ今あれですよね、その正解の福田さんのやつ見ながら言ってますよね。いや、自分の意思で。四国勝手に四国観光大使って名乗ってて、四国が書けない話ってヤバすぎますよ。でも四国がオーストラリアの形に似てるってことはちゃんと分かってます。これはオーストラリアの形にも似てないです。見てきましたけども、どうですか。1位の自信ある人。1位から順番に発表していきます。うわ、勝手に四国観光大使四国学力テスト第1位は、福田さん。イエーイ。びっくりしてる。リーダーなんでね。はい。まだいいかもしれない。そうなんです。まだまだ。まだあるから。まだ。谷口さん、もうちょっとだけ挑んなくていいかもしれないです。
になることも許されない。第2位、これちょっと点数下がって55点。京都さん、おお、よかった。第3位、49点、おお、僅差。坂口さん、おお、ちょっと落ちちゃった。ギリ真ん中、真ん中、真ん中、ね、はい、真ん中、まあまあまあ、よかったです。でも私は絶対に接触動物を正解した自信があるんですよ。あの足から足見てて書いてその分でも、私四国の方ですよ、書けたから、中国から自信ある、私もある、次名前呼ばれなかった人が四国一のおばかです。じゃあ4位は、はい、40点。おばかを免れたのは37点。谷口さん、3点。悲しい。これちょっとまだ定期的にやるので、定期的に点数が上がるように頑張ってください。人前教えてほしい。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。皆さんもぜひ四国テストやってみてください。それではバイバーイ。バイバーイ。